日本のスポーツでは、主に日本国内のスポーツについて述べる。相撲は日本で古来から行われている。沖の海対豪風船、2014年1月場所。野球は日本で盛んに行われているスポーツであり、特に高校野球は国民的行事ともなっている。第92回全国高等学校野球選手権、大会、九州学院大松本高専。 J1 リーグ。サッカーは1990年代にプロリーグが発足し、全国的な人気が高まった。埼玉スタジアム2002にて。日本発祥の柔道は国外でも人気があり、1964年からはオリンピックの競技として採用されている。駅伝競争は日本発祥の陸上競技であり、主に冬季に行われる競技として人気が高い。日本では、 スポーツへの参加も観戦も一般的に行われている。これは伝統的な柔道のようなチームスポーツ、北京五輪から正式種目になった BMX のような新しいスポーツのいずれでも同様である。日本での最古のスポーツは休日と狩りであろうと考えられている。ケマリンはアスカ時代に行われていたことが知られていて、相撲もアスカ時代かそれ以前から行われていたと。 考えられている。また、高刈りも、モンゴルの風習に強く影響を受けていて、アスカ時代から始まったとされている。相撲はスポーツというだけではなく、宗教的な儀式である。これは、伝統的な日本のスポーツの持つ特徴の一つである。相撲のしきたりの多くは、神道と密接に関連していて、古代相撲の中には純粋な宗教儀式もあり、取り組みの勝敗を通じて、 神への一種伝達を行う場であるとされていた。なお、占いの一つとして行われる取り組みもあり、例えば、漁師と農民の取り組みにて漁師が勝つとその年は、豊漁となると考えられていた。格闘技の多くは、鎌倉時代が出発点となっている。弓道は、文字通り弓矢の技術を競うスポーツであり、休術として一般に広まって、侍の娯楽となっていた。 ヤブサメも鎌倉時代にスポーツとして始まったが、現在では宗教儀式となっている。狩りも一般的なスポーツとなり、犬が狩りの助けとして使われるようになった。狩りを模して話した犬に矢を当てるスポーツもあり、犬をのとも呼ばれた。江戸時代には余暇を楽しむ方法として、スポーツが一般に行われるようになった。 弓道は将軍や大名が娯楽として奨励して記録を競うだけではなく、代々的な競技会としても開催されるようになった。1686年4月26日には、上佐大八郎という侍が24時間で13,053本中8133本を言い当てるという比類なき記録を作った。これは、 京都33県道にて行われた投資屋であり、天井が2.2メートルしかない120メートルの廊下で的をいるというだけでも注目に値する。ちなみに、オリンピックで行われるアーチェリーでは一般に70メートルの距離で競技が行われる。充実のような格闘技は一般的であったが、多流派との試合は行われず、もっぱら同じ流派内での試合のみが行われていた。なお、 幕末に欧米文化に触れるまで日本にはスポーツにあたる概念はなかった。明治維新以降、日本のスポーツは学校教育の一環として取り入れられた。1901年に時事進歩者が長距離走の忍ばず池12時間70マイル走を開催した。野球は日本国内で最も有名なスポーツであり、1871年にアメリカから伝えられ、 その後全国へ普及し、現在でも盛んに行われている。日本の野球はまず大学野球で人気が高まり、ついで旧正中学校へ広がり、1915年には第1回全国中等学校優勝野球大会が行われている。本格的なプロ野球は1936年に日本職業野球連盟として始まった。第二次世界大戦前は、 学校間での対抗試合が多くの人々の興味を引きつけており、日本初のラジオによるスポーツ実況中継が行われたのも1927年の第13回全国中東学校優勝野球大会であった。戦後はラジオやテレビのスポーツ放送が普及するにつれプロ野球の人気も高まった。野球とプロレスはテレビでは中心番組であり、ボクシングと相撲は 定期的に放送されていた。当初はスポーツを生中継してもたとえ視聴が無料であれ多くの人々が家庭で見るようになるかどうかは懐疑的に見られていた。しかし実際にはスポーツの生中継に対する関心は高まって TV が売れるようになるとスポーツのテレビ放送が一般化した。日本国内においてはテレビ放送が定着するにつれて定期的に放送される野球。 相撲、プロレスは、さらなる注目を浴び、プロスポーツとして成功する一方、放送されることの少ないアマチュアスポーツの地位が、相対的に低下するという現象が見られるようになる。また、スポーツはしないが鑑賞を好むという層も拡大し、スポーツのビジネス化が進んだ。選手の活躍に合わせビジネス化の波をうまく捉えて、大きな注目を浴びた種目には、第一サッカーなどが挙げられる。 日本国民の認知度は低いが、アメリカンフットボールでは、本場アメリカに次ぐ実力を有する、強豪国として知られている。二十世紀末から二十一世紀に入ると、日本国内で常に高い人気を誇ってきたプロ野球に、構造的な転換が生じてきた。さらには百年構造や、地域密着という理念を掲げ、プロリーグを誕生させたサッカー界に橋を発し、バレーボール、 バスケットボール、ラグビーの相次ぐプロ化、アイスホッケーの国際リーグ創設など、かつてアマチュアスポーツとして注目度の低さに悩んだ種目の改革が図られ、見るスポーツの多様化が進んでいる。日本国内では、いかなる年代でもスポーツをする機会があり、地域の中でも学校がスポーツのための重要な役割を担っている。幼稚園や小学校低学年の児童は、 安価にスポーツクラブにて活動できる。小学5年生頃になると放課後のクラブ活動へ自由に参加できるようになるスケースがある。中学校や高校でも学校のクラブやチームに参加することが可能でアメリカとは異なり高校を卒業後にすぐプロレベルでレギュラーとして活動を始めることは稀である。一方、学校とは別に柔道や空手など伝統的な格闘技は 地元の道場に参加することで4から5歳から始めることができる。また、20世紀後半から水泳や体操といった競技では、学校のほかに施設のクラブがエリート教育に重要な役割を担っている。こうした例では、サッカーもプロクラブを頂点として選手教育に着手しており、学校教育とは違った場でのスポーツ参加の機会が拡大している。 伝統的なスポーツの多くは技能を磨くものであり、対戦相手のいないスポーツもある。チームスポーツは2つのグループ間での試合であり、勝敗は個々の試合結果の集計によって決まる。スポーツの中には輸入されて一般化したものが多く、日本で競技されていないスポーツを見つけるのは困難である。また、輸入したスポーツのいくつかの要素を変更して生み出した。 新しいスポーツも存在している。また本来、スポーツとは西洋の概念であることから近代以前の勝敗を争うような身体活動は単に競技、また戦闘技術に関するものは武術、武道などと呼ぶことが多い。英語のスポーツをその音からカタカナでスポーツと表現される。スポーツという単語は江戸時代後期の英和時点に見られるが、 スポーツという日本語が定着したのは大正年間のことである。明治以来の布国強兵、食産工業の国策をとっていた日本では、遊びたあむれるという意味のスポーツが公けには肯定されず、国民体育としてスポーツが認識されるようになり、昭和初期には原義とは異なった価値観で発展を遂げた。また、体育において結果的に運動を伴う、 スポーツが頻繁に用いられるため、体育イコールスポーツ、または肉体運動イコールスポーツという価値観が強く根付いている。そのためか、通勤に自転車という交通手段を使用することをスポーツと称したり、体脂肪の燃焼のために競技、遊戯性のない運動をしたことをスポーツと称する場合も見られる。したがって、マインドスポーツと言われ、欧州では、 新聞のスポーツ面で、ジスや囲碁が扱われ、国際スポーツ大会の種目になっており、五輪の公式競技採用を目指しているという事実に、対しては、日本では違和感が強い。例えば、学校のクラブ活動で、体育部には、囲碁部は入らないが、スポーツ部であれば囲碁部が該当する。逆に体育の授業には、スポーツに該当しないものもあり、体の発育を目的に行う。 競技、遊戯性の伴わない鉄棒、床、平均台を用いた運動はスポーツではない。これらをスポーツにしたものは体操競技である。このような歴史から、ボーリングやカーリング、射撃、剣玉、ダーツ、雪合戦や、鬼ごっこ、テレビゲームなど、元となった英語では、スポーツの範疇に含まれるものでも、日本人が想像するスポーツの印象からは、外れるものが多く存在する。 アジアオリンピック競技会がアジア室内競技大会の種目としてコンピュータゲームを e スポーツとして採用することを決定した際には JOC でさえそもそもスポーツと言えるのかと違和感を示した。俗に体育会系と称される価値観が著しくスポーツマンシップを逸脱しているのもこの両者が本来別物であり発展した背景が異なっているためである。 日本では諸外国、とりわけヨーロッパ諸国に見られるような要衝、少年期から成年、成人期に至るまで所属可能なクラブチームは発達していない。小学生以下の年齢層では自治体が主催する大会への出場を目指すスポーツクラブでの活動が多く、中学、高校、大学といった年齢層では学校での部活動が中心となり、少年期、 青年期のスポーツ活動は自治体や学校教育機関が支えているという側面が強い。しかしながら日本のスポーツ環境は体罰やいじめの温床となっており教育業界では問題視されつつある。テニスやゴルフに見られるようにインターナショナルマネジメントグループなど強大な政治力と資金力を持つ団体が支える競技では才能があると認められれば少年期から 海外留学を行うといった活動も可能ではあるが、多くの競技では部活動に頼らざるを得ない。学校卒業後にスポーツを続ける場合は、企業が抱える実業団に入団するのが一般的である。企業によっては、長い歴史を誇る名門チームも存在し、日本における高い競技性を保有する重要な位置を占めている。実際オリンピックなどに出場する選手の大半は、 この実業団か、それに相当する団体の所属選手である。会社に就職する形でスポーツを行うものと、契約によってチームに所属する実質プロフェッショナル活動を行っているものが存在する。競技によっては、プロフェッショナル組織が存在し、その代表的なものに NPB や J リーグがある。これらの組織はスポーツを工業として行うことで、収益を上げ、 選手はそこで報酬をもらって活動を行う。上述したように日本においては少年期では地域のクラブチームが、青年期では学校教育機関が、成人期では実業団またはプロフェッショナルが個別にスポーツを支えており、幼少期から成人期に至るまでの一貫した育成計画が構成されていない。このような体制の弊害として、 大きな競技力を持つ実業団が所有企業の業績悪化により廃部となった場合などの救済措置の遅れや競争力の低下が挙げられる。一方で中学、高校では多忙な教職員がチームの顧問を兼任するなど負担が大きくなっている。通常は各種スポーツ協会が有力選手を強化選手に指定するなどして遠征費用など資金面から選手を支えているが、 当然その団体もその資金を調達する必要がある。比較的に国内人気の高い競技では資金調達はそれほど難しいことではないが宣伝効果の乏しい競技では民間からのスポンサー獲得は困難であり国からの支援に頼らざるを得ない。この場合資金の出所は国民の税金となるが高額の税金を使用する場合はその用途が 国民全体の利益にかなうことが大原則とされている。すなわち、競技者が競技を行い成果を収めることが国民の利益になることを提示しなければならないが、そのような活動が十分に行われているとは言い難い。2009年の行政刷新会議において、スポーツ関係の費用が削減されたことに対して JOC やスポーツ選手が抗議会見を行ったが、 同様に科学技術関係の費用削減に対して行われた八大学工学系研究課長懇談会による講義会見に比すると国民、メディアの反応は小さかった。これはヨーロッパをはじめスポーツに配分する予算の比率が比較的高い国ではスポーツ選手の社会貢献活動や福祉活動が一般化しており、 スポーツ選手自身が世論の理解を得るべく活動を行っているのに対し、日本ではそのような活動が活発とは言えないことに起因していると言われている。競技によっては競技場そのものが姿を消し、競技を行うことすらできない危機的な状態に陥ることもある。特に冬季スポーツに顕著であり、相次ぐワイスリンクの閉鎖に伴い、トリーノオリンピック金メダリストで、 フィギュアスケート選手の荒川静香が優勝後の会見で選手育成のために環境を整えることを訴えた。2010年8月26日、文部科学省がスポーツ立国戦略を発表した。2016年でプロスポーツチームが和歌山県と宮崎県にないありがとうございます。